キュンとする街、藤沢駅から徒歩2分です。ずっと来たかった藤沢ビュー食堂さんに来ていますよ。中も素敵でしょ。今日はスタンダードプランで行きたいと思います。クラフトビールがね、2種類美味しいのがいただけるんですよ。楽しみ。はい、今日はスタンダードプラン前菜4種盛りとピルスナー、ウルケル、パラディンカミルコと隅田川エールを楽しみに来ましたよ。ピルスナーのウルケル、これが元祖で発祥の地がチェコなんですね。今日は楽しみにいただきますよ。はい、今日は久々にあやちゃんと飲み会です。大船の海から1年くらい経ちましたよ。焼き上げです。来ちゃいました、焼き上げ。あやちゃんです。今日爽やかね。はい、いただきたいと思います。いいシーン撮るの1年ぶりですよ。嬉しいですね。はい、行きます。マイルド、うまいルドって言っちゃダメだ。おいしい、おいしい、おいしい。俺俺よし、もう飲んじゃったよ。どんな感じ？あ、マイルドですね。あ、マイルドだって。はい、はい、ありがとうございます。はい。おいしそう。いいんだけど。生ハムと、サラミと、ちょっとオレンジがかってるのが、チョリソとツナとオリーブのマリネです。おいしそうだね。あちゃん、ウカリア？ミダガワエールです。おいしそうだね。こういうコップ好きだな。うん、これも好きだけど。よしよし。うまい。最高。ね、2個1回で取ろうとしてるところでお父さんに怒られるやつですね。はい、はい、すいません。はい、ありがとうございます。すごい、まずこれだけ乗っけっか。これだけ、はい、で行こう。はい、じゃあ食べたいと思います。はい、ではいただきます。うん、まずチョリソ。チョリソ、うん、今22時間ぶりに食べてます。病気なんで病気って言っちゃいけない。しばらく1日一食です。夜勤して、うん、家帰るぐらいかな。そうだね、うん、うん、あやちゃんは何時間ぶり夜勤だった。シーザーサラダも来ましたね。盛り付けも綺麗で、ほっと美味しかったですよ。遠い、通うの遠いと、あとちょっと嫌なやついるみたい。どこにでもいい、うん、どこにでもいい。いたわれる人がいいよね。ははなんて、あやちゃんとね、ずっと職場の話したり楽しんだんですよ。ねえ。それが大事。気楽にね、いたわれる人ですよね。はいよ。大事。そう。ガーガーじゃなくて、もっとそこで、人に寄り添う、看護をしないとダメなんだ。そうだよね。よく分かってるな、さすがだ。あやちゃん分かってます。もむきとか。ほんとね、時々振り返らなきゃダメなので、振り返ることを振り返らない。うん、看護師になりたい。あそこの原点を自分で振り返らないとダメ。そう、振り返らないと。そうそう、あれでよかったのかなって、うん、そうすると多分お父さんが笑う。ほんとかよ、家でもやるって引き続けないとね、それさせてあげれない。そう、引き続けないとさせてあげれないね。わかります。あれ、おいしい。美味しいね。うん、シーフ予定あり。ね。まあ、1年に1回ぐらい雇いでもいいよ。あやちゃん、かわいい。すごいよ。よく撮れてますね。素敵なお店。あ、ぶかく。裏どこで来た。めっちゃうまい。うまい。うまい。肉より、ポテトに優しいよ。75点、金銭で適当にやるから。美味しそうだよ。そうだよ。うまい。はい。うん。面白いね。面白いの。チョコです。動画にもやってるんですよ。ピルスナーの発祥の地はチョコ。チェコ。チェコ綺麗だね。首都はプラハで、こんな綺麗だけど、治安は日本の3倍悪いらしいよ。隅田川ね。ね。日本のビル。隅田川へ。いただいてみたいと思います。
し。言えばいい。隅田は美味しい。素直な味。隅田川は美味しい。羽田で飲んで。これと。あの人。いきなりパセリ。それだけを乗せてんだ、あれだな。子供の時に、クリームシューにね、パセリが入ってるのが美味しかったね。最近全然そういうのはないから、ないね、今度お父さんに頼みたいと思います。私今、全開場中なんで。全開場。お父さん、いつもすいません。変わったシーズニング、なんだ、ハーブ、どう、でね、チェコなのかな、チェコが好きなんじゃない、美しいとこみたいですよ、多分チェコが好きなんだ、多分ドイツとか置いてないし、宮城県なんか置いてないよ、置いてないね、そんなんだよ高いよ、センスがいい、でもセンスがいいよ、2000バーツ、高いです、でも美味しい、1000バーツ、分かってる、高い今夜最高だね、はい、最高です、最高です、ありがとうございますじゃあね、はじめはちょっとこと考えてたけど、これは言えないから音を消しますけど、ちょっとウルケルね、チェコのビールです、どうしよう、あやちゃんとは1年ぶりぐらいに飲みますけど、もう10年以上の友達だね、あ、ビールはね、マリカさんはね3杯飲みましたね、ね、隅田川ペールエール、あやちゃんはね、もっと飲んでるよ。あやちゃん、ペース早いからね。あやちゃん、どうよ。はい、ぐらい先行ってから。七八杯行ってるぜ。やり手だろ。光と影はどこでもある。でも知らないといけない。あやちゃんに、ね、僕の話して。あやちゃんは純粋な、純粋な人ですから、はい。純粋。アマトリチャーナです。ラストのメニューですね。でね、とっても美味しいです。もうね、塩加減が最高。ね。味が美味しいね、こちらね。で、マリカさんいただいてます。お食事すいません。いやがれに、ね、ちょっとそれのノリで美味しいですよ。うん、いいか由緒正しきとか金持ってるとかそうじゃないですかね。ピルスナーウェルケル。美味しいですね。パラディンが上まで入ってるんですよね。美味しかったね、最高でしたよ、本当よかった、チェコのピルスナーの有名なやつですよ、最高。最後のビールはスコティッシュエールにしました、ロゴシャープ26ですね、こちら美味しい、ピルスナーウルケル最高ですね、バラディンが美味しいの飲みましたよ、チェコの、ね、ピルスナーです、美味しいです、チェコはビジネス発祥の地、ミヤメゾンさんはね、とってもそういうこだわりのお好きなね、店長さんがお好きなあのビールをね、とかお酒をね、置いてある、あのそういうポリシーが素敵だなと思いましたよ、食べ物も全部美味しかった、ありがとうございます、どんなですか、いいっすね、あのロゴシャープ26ライオットビール、モルティなカラメルと香りと優しい甘み、軽やかな口上がりが癖になるスコティッシュエール、スコットランドだ、嬉しい、大好きで、ね、素敵だね、 FC 不動の LSB ロゴが名前の由来です、スコティッシュエール部門で同賞受賞で、ビール大好き、ビール大好きマリカです、カラメル美味しい、豊か、なんか私ね、店長おすすめ店長チームトリックのロビンに似てるや100円です